オズワルド・ベブレンはアメリカの数学者。専門は幾何学。ベイブレン階層などで知られる。勇敢階級の理論などで知られる。経済学者ソースティン・ベブレンのおいとしてアイオワ州リコーラに生まれる。1898年アイオワ大学で学士号を取得後、1900年にはハーバード大学でも学士号を取得。その後しかも大学大学院で学び、1903年に イライアキム・ムーアの指導の元博士号を取得した。以後、1905年から1932年まで、プリンストン大学数学部で教え、この間に、ジェームズ・アレキサンダー、アロンゾ・チャーチ、JHC ・ホワイト・ヘッドら多くの弟子を育てた。1910年には、教授に就任。第一次世界大戦に際しては軍務に就き、少佐の階級を帯びて、弾道計算に携わった。 1923年から1924年にかけてはアメリカ数学会会長を務め数学に対する研究所製造学のために奔走。1929年にはプリンストン大学数学部の建物となるファインホールの建設が計画されたがこの時建物のデザインに関して数学者間の交流を重視したベブレーのアイデアが大きく取り入れられることになった。 1932年、プリンストン高等研究所の立ち上げに参画し、自身も同研究所教授に就任。第二次世界大戦中は、コンピュータ、エニアックの開発にも参加した。ベブレンは、社営機関、トポロジー、微分機関の分野において、多大な業績を残し、特に微分機関における仕事は、相対論の研究にも大きな影響を与えた。 1933年に弟子の JHC ホワイトヘッドと共同で書かれた微分幾科学の基礎は微分化の多様体の定義を初めて与えたものとして知られている。また、1905年にはジョルダン曲線定理を証明したことでも有名。死の翌年の1961年にはベブレンの長年にわたる数学界への貢献を称え、 オズワルド・ベブレン幾何学賞が創設された。ありがとうございます。